遅かったじゃない、せつな。何やってたの？海と砂浜と星空。そんな目を奪われるような光景を背に、実に残念なことにお姫様はほっぺたを膨らませていた。まったくもう、いつまで待たせるつもりよ。俺が来るのを待ってたのか？待ってないわよ。どっちなんだ？見てよ、ほら、蚊に噛まれちゃったじゃない。と首筋を見せてくる。だから何なんだ、その待ってましたアピールは。よし、俺が爪で十字をつけてやろう。あ、こら、触らないでよ、変態。ついでにいっぱいつけて肛門マークにしてやろう。ああ、なんてことするのよ。おっと、クオンが窓から監視してるんだっけ。すいません、調子に乗りすぎました。なんで急に土下座するのよ。しかもうちに向かって。いや、なんでもない。さあ、日課を始めよう。おりこについてしまった砂を落としつつ、リンネと適度な距離を取って歩き始める。どうだ、ジェントルだろう。何？今夜のあなた、なんだか生意気。お、分かっちまうか？実はちょっといいことがあったんだ。聞きたくない。まだ教えるとは言ってないぞ。やっぱり生意気。調子に乗ってると足元すくわれるわよ。ずんずんと一人先を行くリンネ。言葉とは裏腹にその足取りはどこか楽しげだった。って、お前こそ足元気をつけないと。小さな悲鳴を上げリンネがうずくまる。リンネ、見ると右の足首を押さえ込み目に涙を浮かべていた。足元にはカラカラと音を立てて転がっていくラムネの瓶。どうやらこいつで足を滑らせてくじいてしまったらしい。大変だ、すぐに戻って手当てしよう。いいわよ、これくらい何でもないわ。そう言ってリンネは歩き出す。どことなく右足をかばうような歩き方だった。日課だから、欠かしたら日課じゃなくなっちゃうから。どうやら譲る気はないらしい。仕方ないな。ほら、暴れるなよ。何なの。強引にリンネをおんぶの格好で背中に乗せる。背中にかかるリンネの体重は意外と重い。何よ、自分からやっておいて。いや、ちょっと体がなまっているだけだ。じゃあ下ろしたらいいじゃない。そんな格好悪い真似ができるか。ナルシスト。俺にこうされるのが嫌か。うん、恥ずかしい。それなら仕方がないか。俺が腰をかがめリンネを下ろそうとしたその矢先。でもリンネは無言で俺の首に腕を巻きつけてくる。俺たちが出会った日以来、二度目に感じるリンネの体温だった。あの人、同じ場所、同じ時間。だけど二人の関係は、だけは少しずつ変わりつつあった。なんてのは俺の思い上がりか。ではどちらへ参りましょう、リンネ姫。ここじゃない、どこかへ。仰せのままに。リンネの言葉に従って歩みを進める。愚鈍な亀のようにゆっくりと一歩ずつ。ね、大丈夫？疲れない？正直言うと結構きつい。だから言ったでしょ、一人で歩けないわけじゃないんだから。もういいのよ。行けるとこまでは行く、それがお前の望みなら。広いこの世界に対して俺の歩みは遅すぎる。分かっている、ここじゃないどこかにたどり着くには俺では力不足だ。だけどそれでも無駄に頑張り屋さんね、あなたって。無駄でも頑張りたい年頃なんだ。そっか。リンネは眠たそうに俺の首元に顔を埋もれさせる。頑張れ、耳元でそう囁かれたような気がした。ああ、行ってみせるさ、世界の果てまで。ぜえ、もう死ぬ。ああ、
結局プライベートビーチの外れまでが俺の体力の限界だった。打ち上げられたボートに腰を下ろし、潮風で体を冷ます。うげ、オールを取り付ける金属が折れちまった。ちょっと手でこいだだけでこれとは、何年放置されてるんだこのボート。怒られやしないかとリンネの様子を伺うが、砂遊びに夢中で気づいていないようだった。綺麗な貝殻を見つけたらだの、また瓶が落ちてただの、無邪気にはしゃぐ姿はまるで小さな子供だった。クオンの言葉が頭をかすめる。あの子のことよろしくお願いします。だけど、果たして、リンネは俺に何を望んでいるのだろうか。クオンはこうも言っていた。自分のすべきことを見失うな、と。正直なところ、このままでは島で平穏な暮らしを続けていくのも悪くはないかと思い始めていた。だけど同時に変わることを恐れている自分もいた。目的を失い、見失ったことすら忘れてしまうことが怖かった。ふと視線をさまよわせると、リンネと目が合う。そういや、目的とかないのか？目的？この散歩のだよ。日課というからには何か目的があって出歩いてるんじゃないのか？別に。なるほど、ダイエットか。違うわよ。ムキになって否定するところが怪しい。やっぱり、重かった？大丈夫だ。少しくらい肉付きがいい方が女性として魅力的だ。なんで慰められなくちゃいけないのよ。褒めたんだろ。なんで肉付きを褒められなくちゃいけないのよ。怒られてしまった。さすがにちょっと軽口が過ぎたのかもしれない。探し物よ。そう口にしながら俺の隣に腰を下ろして、足先で砂をいじり始めるリンネ。散歩の目的、探し物をしてたの。なんだ？それならそうと早く言ってくれ。俺も手伝おう。ううん。いいの。どうして？リンネは砂をいじる足を止め、顔を上げる。もう、見つかったから。こちらに向けられたその顔は、笑顔だった。でも、こうして砂浜を散歩する癖は抜けなかったみたい。気がついたら、日課になっちゃってた。そうか、じゃあ特に目的はないんだな。そう、私はこうしてぼんやり歩いているだけで十分。ここにあるものだけで満足。空と星と海と浜、それはどこにでもあって誰もが目にできるもの、そして同時に誰もが手にできないものでもある。それもいいのかもしれない。別に誰もが目的を持って生きなきゃいけないと決まってるわけじゃない。アシールを知り、余暇を楽しみながら時を過ごす。タルを知り、余暇を楽しみながら時を過ごす。そんな生活の中で小さな幸せを見つけていく。そういう人生もいいのかもしれない。だけど、なんだろう、この胸の不安感は。欲しかったものは全部ここにあるから。リンネの顔は確かに笑顔だった。ちょうど大切なおもちゃを壊してしまい、新しく買ってもらった子供のような。だから思わず聞き返してしまいそうになる。本当に満足しているのかと。だけど問いただしたところでリンネは同じ顔でうなずくだけだろう。俺にもお前みたいな生き方ができればいいんだけどな。何よそれ、失礼ね。いや、バカにしてるわけじゃない。羨ましいんだ。俺はきっといつまでも泣きじゃくる子供と同じなのだろう。新しいおもちゃの方がずっといいものなのに、壊れたおもちゃにこだわり続けてしまう。だから口にしない方がいいことまで口にしない方がいい方とまで口にしてしまう。なあリンネ、聞いていいか？やめておけばいいのに止まらない。5年前この島で何があったのか。それはずっと気になっていたことだ。
輪廻が神隠しにあったというのは5年前。浦島神社が放火に見舞われ、サラの家と両親を失ったのも5年前。カレンの母が出て行ったのも、カレンが12歳の頃だということは5年前になる計算だ。御三家のそれぞれが5年前に何らかの事件を経験している。偶然にしては出来すぎだ。そんな昔のこと、覚えてないわ。5年前といえば、リンネも12歳、当然の答えだった。だけど考えないようにしていたものを口に出してしまったことで、俺の胸の中の不安は膨らんでいく。そしてその不安は疑念へと成長していく。悪かった。変なことを聞いたな。ううん。私こそ、力になれなくてごめんなさい。俺には本当にこの島にいる理由があるのだろうか。俺はこの世界を、今を変えたい。だけど、過去を変えなければ今は変わらないとしたら？ 5 年前をやり直さなければ誰も救えないとしたら？もしかしたら、俺が行きたかった過去というのは5年前だったのかもしれない。この時代では何もかも手遅れなのかもしれない。俺は間違ってしまったのだろうか？もう取り返しはつかないのだろうか？いや、そんなことはないはずだ。俺にできるのは今を変えることだ。そして今を変えれば未来は変わるはずだ。あんみつ、好きか？え？カレンがさ、お前と食いたいって言ってた。狐につままれたようだったリンネの顔が笑顔に変わる。いいわね。私も甘いもの、好き。まずは焦らず、目の前にあることから始めよう。いつまでも泣きじゃくる子供は卒業だ。場所は竜宮って店だ。竜宮。明日の正午、一旦浦島神社の下に集合だ。ちなみに俺のおごりだから手ぶらでいいぞ。あ。ん？どうした、リンネ？やっぱり、やめとく。リンネは急に立ち上がったと思うと、くるりと背中を見せて、ごめん。それだけ言って屋敷に引き返し始める。突然の態度の変化にすぐにその背中を追いかけることができなかった。やがてリンネの姿は小さくなり、藪道に吸い込まれていく。リンネ？俺にはリンネの機嫌を損ねたその理由がわからなかった。俺の言葉のどこにトガがあったのか。今の俺にはまだ何もわからなかった。